あんなとこにいる、後ろにいる、後ろに、あそこだ。だがしかし気づいてないようや。今のうちやジェイク。皆さんこんにちは、柚月史郎です。はい、今夜もデッドバイデイライトのお時間がやってまいりました。さあ今回はね、ジェイク3人、1人はツールボックスを持っているジェイクとなっております。ん、これは殺人鬼の何かしらが発動している感じとなっております。いや怖いな、なんだろうな。でも今回ジェイクが3人いるから、もしかしたら地上の肉分けフックをほとんどね壊してくれるかもしれない。いやちょっと期待だな。でも、ジェイクがね肉分けフックを優先するんだったら、私がちょっとね発電機の方頑張らないと。あ、今回みんな近くにいる、よかった。さあそしてポイントいただき、もう一人のジェイクどこ行っちゃった、もう行っちゃったかな。あんなとこ行っちゃった、すぐ速攻ね肉分けフックに駆け寄っていた。そして私もね速攻地下室、はい、あれ地下室なかった、地下室があったと思ったんだけど気のせいか、うん、なかったわ。さあそしてねこのジェイクとのポイントもいただき、ありがてえありがてえ、よし行こう。早っ、もう壊したの。あ、もしかしてツールボックスを持ってきてたジェイクだったのかな。いやジェイク以外のキャラクターでツールボックスはね使ったことあるんだけど、ジェイクにツールボックス持たせるとねすごいスピードで、肉掛けフックの方を壊してくれるんだよね。それに、ツールボックスがね相当長持ちするので、まあ、うまく使えば4つぐらいね肉掛けフックを壊せるかも。やばいな、おい来てるな、おいおい、どこだ、どこから来てる、そっちか、あーそっちだそっちだ、おいジェイクやべえぞ、ちょっと向こう走ってこ、向こう向こう行こう向こう行こう、あぶれあぶれ、あっち危ねえな、おい。あれもしかしてこのマップってなんかちょっと細長くなってるマップかな。お、ここもうちょっとうなってるじゃん、ジェイクがちょっとつけてくれた、あ、ほとんどいっちゃってる。でももうちょっとね詰めておきましょうか、うん、ちょろっともうちょっと本当に寸止めぐらいに、よし OK。 いやなんかこれね全然私知らなかったんだけど、あ、こっち来てる、ちょっとドキドキ、にゃんこちゃんが、我らがね頼りのにゃんこちゃんマークがピカピカっとしております。大丈夫か、今回チェーンソーか。そうそう、先ほどの話に戻ると発電機の方ね本当に寸止め、あとちょっとで着くよっていう本当にギリギリのラインで止めておくとね発電機音が鳴らなくなるみたい。いや知らなかったな。ちょっと待って、あの小屋は宝箱があるかもしれんぞこれ。え、これ、あ、そこいじってるやん、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、これ私もいじらさせていただきましょうか、しっかり協力させていただきましょう。まあでも一人ジェイクはあれかな、なるべく発電機を優先してつけようっていう感じかな。うん、まあねジェイクばっかりだとやっぱりみんな発電機をね優先しない感じ。まああのあれだね、あ、地下だ、ちょっと待ってジェイク、まあ私もね最初の頃、ジェイクもしかして私の宝箱取っちゃった、これ、宝箱、あー、ないわ、マジか、悲しい。でもまだ他にも宝箱あるはずだから、ちょっとそこら辺トラックスクールバスのところにもあったような気がするな。まあでもね宝箱の位置もランダムだからね、ちょっとこちらら辺クリクリっといって、あ、発電機、どうしよう、先にスクールバスのところにも宝箱ありそうな気もするけどな、どうだろう、ここからは見えない、どうしようかな、宝箱欲しいな、ないねこちら側は。おお、やっちゃった、しくっちゃった。で殺人鬼がね多分こっちに走ってくると思うから、一旦ちょっとここの、この隙間、あ、来てる、どっちから来る、ここからちょこちょりんと覗いてよ、うん、あ、やられた、そこでもしかしたら作業してたジェイクの方に行っちゃったか。いやごめんね、なんか巻き込んじゃって、ごめん、ほんとごめん、こっちの方だよね、こっちの右の横っちょりの方でやられちゃったんだよね。いやいやこれどうしよう、まだいる、行ったかな、向こう行ったかな、ごめんなジェイク、宝箱はない、ジェイクだ、大丈夫か、私が治療してあげようか、でも救急キット持ってるジェイクだ、大丈夫、私それ大事にした方がいいよ、うん、
万が一の時のためによしよし頑張ろう、来てる来てる、あんなとこにいる、後ろにいる、後ろに、あそこだ。だがしかし気づいてないよ、今のうちやジェイク。よし、治療したらこれ逃げるか、ちょっと隠れる、チェーンソーが、危ね危ね危ね、ふう危ね、向こう行ったか、はけたか、よしよしジェイク、そこ発電機あるけどな、今危険かな、一旦こっちの方抜けて、このジェイクと行動を共にしましょうか。どうかな、今回でもうまいことね言ってる、あつけたねジェイク、じゃあ私こっち履けましょうか、別の発電機これ行った方がいい、あジェイクだ、別のジェイクか、発電機ちょっといじってた、私がいじってただけかな、さあジェイクこっち直そうよ、一緒に頑張って、で一つ目の発電機ついたから、これから徐々にねちょっとずつラッシュが来るかもしれない、で、殺人鬼こっちの方まで様子見に来なかったんだね、今回のマップがちょっと縦長っぽいのかな、向こうの方で戦ってるっぽいね、じゃあこっちは今のうち安全、私ここつけさせて、いや寸止めか、一応ラッシュに向けてこれね、寸止めさせていただきましょう、で、ここにもね、あやばい来てるかな、来てるね、来てる、大丈夫、大丈夫じゃない、大丈夫じゃない、あそこついたんや、おいおい危ねえぞ、こっち来ちゃうやん、どうしよう大丈夫かな、こんなところいて、やばいな、ちょっと走った方がいい、あやっぱやられちゃったんだ、さっきの人、いやそうだよね、あんなとこつけちゃうから、じゃあ私がこっちつけて、敵をねこれかくらん、ジェイク、ああのジェイクだ、どうしようどうしよう、私これ地下、地下隠れよ、ジェイク、あそこは大丈夫かな、あれ来ない殺人鬼、あら来ないわね、意外と大丈夫なのかしらこれ、じゃあもうここはね出ましょう、さっと回って、で意外とこの発電機がついたところってね、もう殺人鬼見回りに来ない安全地帯になるから、ここら辺を通ってと思ったけど、こっち、私もそこ直します、ん2人直してるのかな、よしよし、じゃあ、残りあと2つだね、で、こちら側をつけ終わったら殺人鬼のいる方向に行かないといけないね、で私ちょっとこちらから抜けさせていただいて、んこの近くにもある、あもうついてるんだね、 OK、じゃあこの子がやっぱ殺人鬼が張ってる方に行かないといけないかな、カラス泣かせちゃうかな、あこっち来てるこっち来てる、んどこどこどこ どこから来る、どうしよう怖い怖い、ちょここの陰っちょりに隠れとこう、いやでも向こうがね向こうに行かないといけないんだよ、もうこちら側の発電機が全部ついちゃったから、どうかな、あジェイクだ大丈夫か、私治療してあげようか、ジェイク私が治療してあげるわ、大丈夫か、でも追われてんじゃない、いや向こうに行った、見失ったようだね殺人鬼も、よしよし大丈夫だよジェイク、ちょっとこっち見てたけど大丈夫、直せるから OK、 よし行こうでジェイク、もしかしたらあのジェイクこっちの肉掛け服を壊しに来たジェイクかな、よしよし、じゃあ残りの3人で、これちょっとね頑張って発電機、ナイスだ、よしじゃあ私そっち、こっちはないもんね、向こうとこっちか、もしかしたらみんなこっちの方走ってくるかもしれないね、向こうだとちょっと出口の方がねあのつけた発電機と近すぎちゃって、そんなストレートにね、あジェイクいる、ナイスだ、どうしようかな、こっちも逃げちゃう、あ一人ストレートに脱出しちゃったみたい、こっちまで来るかな、私も出ちゃってもいいのかな、これストレートに、一応ギリギリらへんにやっぱ出ちゃったなこれ、はい、ということでね今回もエスケープさせていただきました、ありがとうございます、今回殺人鬼に追われることもなかったし切られることもなかったので、まあ、ちょっとポイント低めとなってるかな、まあ、治療に関しては2回できたけど、まあ、治療ポイントだと1500ポイントぐらいかな、そんなに入ってなかったかな、で、他の生存者はまだ生きてる、ん今回さ生存者も殺人鬼もこれサバイバルランクちょっと高くなってきてるね、私が一番低いもんねサバイバルランク的に、あのストレートに脱出した人サバイバルランク13だったんだ、いやすごいね、で後の2人もねレベル高い、あ治療姉さんのパークも持ってるってことはプレステージしたのかな、いやこの方もすごかったね、他の人大丈夫かな、あと2人残ってるんだけど多分ね、あとの2人が、
もう一個の扉開けるんじゃないかな。でこちら片方の方とこちらもう一人の方で、もう一人の方が、どうなってんだこれ。こちらの方が、出口の方に向かってる、あ、奥側の出口に向かおうとしてるんじゃないかな。うん、もしや肉掛けフックをずっと壊してたのかな。で、あの家の裏に出口があるんだよ。危ない危ない危ないぞ。あ、大丈夫か。お、危ない。そんなテクニック、意外と気づかないもんだね殺人鬼も。よしよし、いいぞ、うまいことやってるね。で、こちらから、いや諦めたか、そっちの方の出口行くのは。で、じゃあ私が脱出した方の出口に向かってるのかなこれは。うん、もう一人が、あ、そんなとこ隠れてたの、ナイスだ。で、この方頑張れ、もうちょっとや、出口すぐそこすぐそこ。どうだどうだ、大丈夫か。あれ扉開いてるよね、開いてない方に来たのかな。え、どうだろう、こそ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 して、どんな感じ、開いてない、開いてない方の扉にたどり着いたんだこの人。じゃあこの扉開けるんじゃないかな。ん、治療お姉さんのパークもついてる、頑張れ、よしナイスだ。で、これでもう一つのゲートが、この方がね無事に開けるのかな。さあ頑張るんだ。でもう一人の方も出口にいると。でこの方も、脱出口を開けてポイントなんか近くにないかなって探し回る感じ。でもチェーンソー殺人鬼だからね怖いよね。どうするんだ、あ、板倒して、ちょっと音を出して、お、音出して殺人鬼をおびき寄せて切ってもらってから脱出するのかな。おうおう、ぐるぐる回ってる、ぐるぐる回ってる、おお、いいぞいいぞ。さあどうだ、殺人鬼が、まあ、諦めたかな。こっちの方もね、ゲートの方で待ってんだけど殺人鬼が来ないね。この方もあれかな、ちょっと音とか出しに行っちゃう、それともポイント欲しさにちょっと周り探索しちゃう、どうなんだろう。この近くってどこかポイント高くなるところとか。でも何もないよね、もう一人脱出した。うん、殺人鬼が、あ、来てたんだ。でも脱出と。でこの方が最後の一人で、んー、どうするんだろう、このまま脱出かな。はい、脱出でございました。ということは、4人中4人脱出だね。うん、いやよかったね。で私がちょっとポイント低め、まあ発電機しかね直せなかった、あとちょっと治療しかできなかったっていうのもあるのかな。でまあジェイク3人は、どうなんだろう、ウルトラレアパークのね、あのトラップ解除とベリーレア、そして普通のレアか、うん、持ってるから、まあ少なくとも肉掛けフック2つぐらい壊したんじゃないかなみんな。はい、というようなね結果となりました。でも殺人鬼の方もサバイバルランク的には18だから、まあまあ多少ね、やってる殺人鬼だったけども、それでもまあ、あのうまいこと倒せなかったみたいだね。まあ一回切ったとしてもその後にね、みんな逃げちゃったっていう感じかな。さあそしてねポイント割り振りましょう、ジェイク。さあもう少しでね、これランクじゃない、レベルがね15になるんだよ、うん、で最初にパークの方を取りましょうか。このカラスちゃんを泣かせづらくなるパークいただきました。であとはちょっと上の方いけるかな、あ、ダメだ、こっち取れないね。フラッシュライト、そしてミステリーボックスの方向で封じられちゃうから、ちょっとスポンジいただきます。はい、ということでね、一気に2つか。まあ少しずつねジェイクの方もレベル上げておりますので、まあジェイクもねちょっとこう使っていけたらと思っております。いやにしても良かったね、ほんと今回4人中4人脱出。まあ私ももうちょっとポイント欲しかったな。まあでもジェイクが、一人のジェイクがね結構発電機をね集中的につけてくれてたおかげで、まあそんなにね難なく脱出することができました。そしてね、こちらアドレナリンパーク、これもねいつかね役に立てたらいいな。最後のゲートが開かないと、このパークについては発動しない。発動したとしても、自分がその怪我をしてない状態だとね意味がないパークになっちゃうんだよね。
まあでも追い詰められた状態でね、脱出するのもねハラハラしますので、うん、なんとか毎回ねハラハラしてるんだけど、まあ楽しんでいただけたら幸いでございます。はい、まだねしばらくはこのメグちゃん、そしてねジェイクがもう少しでレベル15レベルだから、まあ、ジェイクの方も使っていけたらと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。